どうも、りょうまです。今回はこちらのゲームをやっていこうと思います。思い出を探して、これさ、しかもなんかスタートとかじゃなくてさ、電車の切符を買うでスタートするんだね。じゃあ早速買って、スタートしますか。ということはこれあれかな？電車に乗って何かをする感じの話なのかな？切符購入者の名前を入力してください。これ何？お名前打つパターン？はい、じゃあそのままね、龍馬でね、やっていこうと思うんですけど、これなんか字体が可愛くない？このなんか、この龍馬の感じ。すごいいい感じだな、この字。ってことはこれ途中であれかな？お名前を呼ばれたりするシーンがあるってことだよね。お、電車の中からスタートだね。ここ座ってもいいかな？ごめんね、ちょっと混んでて。どうぞ。混んでてって言うけど、全然席空いてない？これ。あ、これあれなんだ。文字をタッチするんだ。どうもありがとう。なにこれ。なんかすごい可愛いキャラクター出てきたけど。乗り合わせたのも縁だよね。今日はどこまで行くの？これさ、選択肢ってこと？これって。だからここタッチしてないと進まないんだよね。へえ、お見舞いに行くんだ。じゃあいい香りのするお花とか持って行ったら喜ばれるかもね。あ、植木鉢は買わない方がいいよ。良くない意味があるから。あ、植木鉢ってそうなんだ。お見舞いの時はよろしくない意味になっちゃうんだ。子供のこと知らずにあげちゃってね。気を使うから何も買わないで来てって言われてるんだ。へえ、いい友達だね。次、降りる駅なんだ。それじゃあいい一日を。何これ、どういうこと？これ、主人公ってさ、人間なのかな？それとも主人公もなんか、今みたいな、可愛い感じのキャラクターなのかな？お、目的地に。着いたっぽいね。でもお見舞いってことはあれかな？なんだろう、病気かなんか怪我とかしてるのかな？これなんて読むの？白一色の駅に到着した。骨のような、翼のような、どこか神秘的な天井飾り。その下をたくさんの人が行き交っている。あ、でもこれ普通にあれだ。人も出てくるんだね。友達が入院している病院は駅の近くだ。病院に行こう。これから、そのお友達にお見舞いしに行く感じなんだ、じゃあ。あら、あれ？もう病室？これ。あれだ。お友達は普通に人間っぽいね。ふわー。ん？どなたがいらっしゃいました？ともこ、来たよー。わあ、嬉しい。龍馬さんでしたか。おお、ちゃんとお名前呼んでくれた。しかも、さん付けだ。お久しぶりです。元気でしたか？そうですか。私は相変わらず。まだ退院は先みたい。あ、そう、まだちょっとかかりそうなんだ。早く元の生活に戻りたいな。普通に生活していた頃か、ずっと昔のように思います。いけないですね。せっかく来てもらったのに。そういえば頼みたいことがあるんだよね。これどっちがどっちに？ああ、そうでした。子供の頃、家族で町の丘にピクニックに行ったんです。小さかったから丘の名前は覚えてませんが、草花のたくさんある気持ちのいい丘でした。丘の上にあるレストランで美味しいご飯を食べて、なんかすごいおしゃれなとこにあるレストランだね。帰りは一面に広がる花畑の道を歩きながら綺麗な夕日を見ました。近場に出かけただけの何でもない出来事でしたが、今思い返すとかけがえのない素敵な一日でした。家族はもうバラバラに暮らしているし、そのレストランもなくなってしまったそうです。なんか思い出の場所がなくなるのは悲しいね。それで、変なお願いしますけど、何何何？なんか変なって言われるとすごいなんかドキッとしちゃうな。あの日家族で見た夕焼けを探してきてくれませんか？どういうこと？きっとどこかに今もある気がするんです。どうかお願いします。一緒に見に行こうとかじゃなくて、探してくるの？どういうこと？その場所を探すってこと？なんかちょっとよくわかんない。なんか確かに、だからあれか、変なお願いなのか。あの日家族で見た夕焼けを探して、トモコの頼み見つかるかな？どうしようか。うおっと待って。あれ、これさ、セーブって、あったっけ？記録を書く。これがあれか？あ、
これやっぱ、あれか。エンドがあれかな。選択肢によって変わっていくパターンか。丘を探すか、花畑を探しに行くかか。なんかでも今聞いてる感じさ、丘がすごい特徴的だった気がするから、こっちの方が見つかる気がするな。トモコが家族で出かけた丘を探してみよう。丘はこの町にあったそうだけど。いや、すごいね。大胆だね。いきなり通行人に。人見知りな自分からすると、いきなりそこら辺の人に話しかけるのはかなり勇気がいるな。大通りはサラリーマンが大勢歩いている。みんな、灰がかかった白の服を着て無口で何かに追われているように忙しい。せわしなくこれ。え、せわしなくってこんな字だったっけ。話しかけて無視されて。止まってもらえないだって。自分だったら心折れてもう無理だわ。無視されたら絶対無理。どうしよう。待って。いや、待って。同じこと言ってるよ。待って。まあでもこれこうなるよね。これ選択肢ってこと。待って、これもセーブさせて。てか、めちゃくちゃ多くない？この選択肢。待って。残業させるぞ、話聞けって何これ。いや、これ言ったらやばいでしょ。腹立つからボールぶつける。いや、でもさ、これさ、これ、ゆっくりな人に声をかけるか、刺激しないようにっていうのがなんか変な気がするな。なんかこれが一番無難な気がするけど。え、これ誰？え、これあれ？そこら辺歩いてるあれかな？サラリーマンかな？すごい優しそうな気がするけど。こんにちは。これ不審者だと思われるぞ、こんな言い方したら。これさっきからもしかしてこういう話しかけ方してたってこと？これ無視されるよ、これは。いきなりこんな挨拶したら。さよなら。だって、どういうことこれ。さよならってどういうこと？どうしよう。いや、これじゃダメだ。待って。ゆっくり話しかけるってそういうことこれ。なんかただの変な人になってんじゃん。ということは、これはダメだったから、なんだろう、声が小さくてあれかな、聞こえてなかったのかな。大きい声で言ってみるか、じゃあ。社会常識のなさがボリュームからにじめ出ている。何なのかね、君は。え、なんかいきなりすごいこと言われたけど。丘？悪いけど知らないな。取り替え時間に遅れる。失礼。あれめちゃくちゃ早そうな音したな。どうしよう。大きい声でもダメか。どうしようかな。え、じゃあこれ？これで行ってみるか。え？あんだって？聞こえないよ。なんかすごいおばあちゃんみたいな感じの新たな口調だな、この人。休み時間に戻らないと。だから、ちょっとごめんな。またすげえ勢いで行っちゃったな。どうしよう。え、全然ダメじゃん。あ、じゃあ最初に自分が言った待ってで言ってみるか。間に合ってます。どういう返しこれ。そんな人絶対いないでしょ。え、待ってこれさ。え、じゃあもう無言で前に立ってみるか。こんなところ立ち止まるな。邪魔だって。爆破された。どうしよう。もう結構やばくないこれ。だいぶ選んだけど。え、じゃあもうこのちょっとおっかなそうなのに行ってみる。残念だが、君に、その権限は、ないじゃない？いや、やっぱり、アポアポーだって。どうしよう。これはもうなんか普通に犯罪だよね。でもさ、これは犯罪だよね。これで言ってみる？サラリーマンは回避した。サラリーマン舐めるな、訴えるぞ。なんか、変な展開になってきたな。マジでこれしかなくない？サラリーマンは真剣白羽取りをした。ヘナチコーナー切り、私の期間な。これでも昔は木の枝剣道と呼ばれていた身だ。どういうこと？懐かしいな。よく町の丘で修行したもんだ。待って。まさかの展開なんだけど、これ正解なの？丘の場所？町の北東にあるんだ。名前は、熊の子丘。なんか可愛らしいお名前。最近行ってないな。やばい、仕事があるからもう行くよ。待って、これ、あんな一発で当てたら天才すぎるでしょ。なんだ？なんかすごい平和な音楽が。ともかく家族で出かけた丘の名前と場所が分かった。お！早速見つけたんだ。これで何？夕日を見ればいいのかな？この街は同じような白いビルばかりだ。池ども白いビル群が連なっている。歩く。すごいね。こんな街中にそんな丘があるんだね。丘の姿、形も見当たらない。
これなくなっちゃったとかじゃないよね。ただただビル群を東北に進んでいく。あ、北東だ、北東。お、また歩く。これなんかなくなっちゃってるパターンな気がする。思い出の場所なくなっちゃってんじゃないのこれ。急に視界が変わった。ここは何だろう。地面も空も無理やり白く潰されたような場所。白くてベタベタで、これ以上は進めない。どうも熊の子丘を通り過ぎてしまったらしい。誰かがいる。え、何、誰かがいるってどういうこと。はい、ということでね、ちょっとすごい気になるね、展開ではあるんですけど、一回ここで区切って、次回ね、また続きをやっていこうと思います。ということでね、ここまでご視聴いただいた方、ありがとうございました。